モルナール島は、ブダペスト市内を流れるドナウ川のショロクシャール支流に、ある島のこと。行政上、ブダペスト第23区、ショロクシャール区に所属している。島は、東側で、ショロクシャール区の対岸地区と接し、南側で、第21区、チェッペル区、チェッペル島と接している。モルナール島の名称は、かつて、ドナウ川沿いに50の水車が存在し、島で工作された。 大麦から国粉を製粉していたことに由来している。低地の地理的な地形とドナウガーリの近代的な制御技術の不足から、少なくとも、年に一度は、洪水で沈む土地柄だった。商人たちは、シュバー・ベンライ、麦パンと呼ばれる商品を船に乗せて首都へ運んでいた。モルナール島は一時期、ペシュト・エルジェーベト区に属し、現在は、ショロクシャール区に属している。 歴史的に見ると、島は、ショロクシャールクとかつてのショロクシャールプスタの経済的発展に大きく貢献してきた。19世紀当時は、島の面積は、現在よりもかなり小さかったが、人間の活動により手が加えられていく過程で、ドナウ川支流のデードが堆積し、徐々に拡大していった。島には、現在、私有地に属する約500の不動産があり、そのうち、 190はブダペスト市の行楽ゾーンであり、その他は農業用の周辺地域となっている。以前は島の南部に日帰りのユースキャンプ地があった。1970年代に電線網が完成し、2000年代にはガスの供給網も構築された。初六者歩くの対岸地区方面に向かうには、かつては木造の長い橋がかかっていたが、1961年、 小型の強化コンクリート製の橋が完成した。島の反対側のチェペルクへ渡るには定期連絡船の D14 番線が運航している。ありがとうございます。